2015年、初放送なので、はい、皆様新年あけましておめでとうございます。イエイイエイ。ですね、2014年は、29日のね、すさまじい。ね、3時間すごかったね、怒涛のように。でも一瞬やったよね。時間はすぐ過ぎたの。で、まあ終わった。あー、来た、まこちゃん、おお、小手半、ありがとうございます。アットマークで、ですね、そんな感じで、まあ、29日を締めくくって、そこから、はい、僕はそのまま、あの後、関西へ奈良にね、帰ったんですけど、帰りがね、2日に帰ろうと思ったんですけども、半端なくて、雪が。いや、そう、あの時はすごかったの、大豪雪だったもん。だって、京都が50年ぶりそうそう、久々のやつね、らしくて、あ、京都シャツらしくて、もう何分やろ、5分ぐらいでこれぐらい積もってんねやんか。5分でそれはやばいね。で、もうやばいな思って、とりあえずあの人生初めてチェーンつけて行きましたね。イザムもいますよ。あ、イザムいます。どうも、てか俺、ね、超名前がすげえ長くて何なんだっけ歌舞伎町のイザム大吾っていうイザムじゃなくて実は一ザムやんな。そう、実はちょっと一ザムなんです。はい、と、はい、いうことでね、まああのね、オープニングまあダラダラな行くよりね、今日はゲストが来てくれてるので、はい、まああのバチッとね、オープニング行ってその後ゲスト紹介しまして、はい、今日は30分間バッチリやろうと思うので、皆さん最後まで付き合ってくださいということで、オープニングどうぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。あー、イエイエイ、はい、ということでね、おー、イロカの初めて来たんちゃうか。イロカの来ました。ということでね、こんだけ距離が空いてるのはなぜか、うん、なぜこんなに距離が空いてんねん、何人くんねん。実は一人です。と、はい、いうことで紹介しましょうか、歌舞伎町の進撃の巨人ことミルクプリン。どうも皆さん、明けましておめでとうございます。どうもどうもおめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ということで、はい、ね、ってことでねってことでこれが、この幅を取った理由なんですけど、まあ、そうですね、まあ、出る前に、ね、ちょっとね、カメラさんが調節されててまあ、ボーッと広げてましたね、幅をブワーッと広げてて、今日はなんか髪型がそして、ちょっとあのね、あの実はちょっと R1 の予選に今日出てきましても、そうなんですよね。で、ちょっとあのオシャンティーに決めてきたわけなんですけれども、今日やったんですよね。あ、今日も、はい、そうなんですよ。何時くらい？12時ぐらいに僕出番で、そうなんですよね、ちょっと出てきたんですけれども、ニューハーフの時に来たよっていう。どういうことや？ニューハーフ、ああ、多分ニューハーフの時に来場してたあー、その前のかやばい、プリンハスハス、ありがとうございます、ハスハスしていただいて、いや、もう新年初ハスハスですね。ハスハスということで。新年初ハスハスなんですか？そうそう、 R1 でハスハスじゃん。 R1 はね、ちょっとね、結構僕出落ち気味だったけど、ね、まさかの早速、そうネタ的にはあの、まあ、普通にこう低空飛行で入っていって、まあ、ちょっと落としていって、じわり上げていこうと思ったら、まさかの出たらもう大爆笑されて、そっからもうシーみたいな、みたいな、ダマーで、もうそこが一番、ダマーが一番もうその日もう一番笑ったところです。もうポワッとアホみたいに笑って、 その後もう落ちたとことか全然何分ぐらいあるんですか、尺的に。2分なんすよ。短いな。それが短くて、もういかにこう伝えるかみたいな、まあ、ソウルをいかに伝えるかみたいな。でも2分以内で結構、はい、初めの方受けたんやったらね、まあね、いや、まあそうなんですけどね、うん、やっぱそれの結果ってウェブで見れるんで、はい、ウェブでぜひね、ウェブでね、ちょっとね、ちょっと不安ですけれど2回戦いけるのか、ね、仲間たちが数々とね、もう2回戦突破をもう決めてる中での僕、そうなんですね。そうそうね、はい、まあランディオ様なんかも見かけたんですけれども、オ様はあれですよね、日が違いましたよね。だから、はい、日が違って、ネタ自体見てないんですけれども、そうですね、この間行った時にあの王様がもう入ってきて、オーラ半端ないから、なるほど、王様も見てて、すごいなと思って。じゃあそのネタを今日はこの後の番組で、お生披露っていうことですか。もう、まあ、もうあの、もしくはもうその出落ちの一番初めのところをやってくれるかっていう、はい、まあ、もうお蔵入りでございます完全にやっぱね、守っちゃダメだなと
思ったんですよね。ソーナスも全然やっぱね、太ってないと面白くないなって全然もうやっぱもう出てきたところだけでしか面白かったかもう狙ったのはダメです、全然ダメでしたね、もうびっくり。そうそう、オサモンも出たみたい。そうそうそう、ネタ披露はあの次の、うん、次ね、そうそうそう、次のね番組がミルクプリンさんのね、そうなんですよね、ご注文はプリンですかっていう番組なんですけどね、はい、そうですね、それをね一人でね、はい、いつもやられてるんですよね、はい、まああのこの後あのまだまだね寝ない人も多分いっぱいいると思うので、うん、あのぜひね見てください、よろしくお願いします。はい、それで、はい、この、 あの番組であのネタ披露してくれっていっぱい多分コメントくれたら次の放送でどうなるかは分からないで、はい、そこはね、はい、皆様のお力によるんじゃないかなと、ね、あ、真ん中の人をね、あの真ん中の人はあのこの牛乳プリンって書いてるけど、はい、ミルクプリン、ミルクプリンですと、はい、でもねあのアルバムでも、はい、間違えられて、あ、牛乳プリンってそこでもう全然もうその MC の人が笑い取ってみたら全然間違えられても出しにされたみたいな、出しにされても、もたあそばれても出てきたら、ね、ミルクレモンでさ、ミルクレモン混ざっとるやない、いろいろ混ざっとるやな、いろいろ。ちなみに、なんでミルクプリンなんですか、その、うん、なんであの、はい、そのホストの名前の蜂蜜レモンにしなかったんですか。そうですね、まあやっぱそれはやっぱりね、あのやっぱりまあ俳優的な部分あるじゃないですか、フィールドが違うみたいな、もうあの切り替えスイッチみたいな、蜂蜜レモンここで、まあ、ミルクプリンもこうスイッチここありますよみたいな、やっぱそこは切り替えていかないとやっぱね、それはもう別のものなので、うん、なるほどね、そうなんですよね、フェイスライン隠しすぎでしょって、はい、フェイスライン隠していかないと、もうマスクつけたいぐらいの気持ちがありますけれどもでも実はフェイスライン僕も隠してるんですよね、ここヒゲで、あ、ヒゲですね、ほんまはここまで輪郭あんのに、はい、ここ、あ、もうなんかシェーディングみたいな、そう、騙してるみたいな感じ、うん、みんなを騙してんねん、俺隠していきましょう、どんどんレモンさん手の甲の指の付け根へこんでる、はい、どういう意味、どういうこと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 、こういうことではないよねこれではなく前足ってこと、前足ってことの下りではないよね、下りではなかったみたいな、ではないです、ね、はい、ってことでね、ね、はい、2014年はまあもうね、もうどうでもいいんで、はい、2015年、レモンさん、ちなみに今、彼女とかは、いやー、なるほどっすね、まあ、みんな、まあそうっすね、まあいるっちゃいるし、いないっちゃいないんじゃないですか、あー、まあ恋してるアイドルがいるんで、まあ、はいはい、僕の中ではもうそういう存在なのかなみたいなところがあるんですけれども、ね、実は今日ですね、はい、まあ僕とあのイザムでちょっといろいろあのネットを検索してたんですよ、はい、うん、じゃあ、あの、まあ巷でね、やっぱ噂の出会い系サイトとかあるじゃないですか、はい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 、それの出会い系サイトって大体は桜じゃないですか、はいはいはい、出会えないのが当たり前、はい、だけど、けどですよね、彼氏を募集してて、確実に会える、しかも自分のものにできる彼女たち、しかも可愛い、可愛いね、っていうサイトを発見したんですよ、マジっすか、で、今日はちょっとね、リスナーさんも一緒に巻き込んで、はい、まあ、リスナーさんはレモンさんをどの子を彼女にしたいか、ね、レモンさんはあの、はい、今から写真を出すんで、その子の1から5番までの子をどの子がタイプでどの子を彼女にしてみたいかっていうのをちょっとやろうかな、え、ナイトチェルさんはそんなとこまでお世話してくれるんですか、そうですね、今日はね、そんなところまで、そんなところまでお世話してくれてるんですか、そうです、レモンさん、うちのこと捨てるのあれレモンさんの色カノがこれはあの僕の好きなアイドルかな、まさかアイドル見てた、来ちゃった、女神、女神降臨です、ね、放送見てくれてるんです、僕の意外と、避難した号泣会見、号泣会見した、俺、誰のことだ、あれですか、これですか、これの野々村すか、議員なんやん、この誰か遭難してる、遭難して来てくれたんかな、ありがとうございます、遭難でね、まああの、とりあえず1から、5人まで、5人をちょっとあの、僕と、はい、ピックアップしてね、はい、大悟があの、はい、ピックアップしたんで、とりあえず見てもらいたいなと思って、はい、1番目からじゃあどうぞ、はい、はい、1番目の子アパレル関係の、はい、ちょっと待ってくださいよー、どうでしょう、ちょっと待ってくださいよー、これー、はいはい、待ってくださいよこれガスが悪いのかな、この子が絶対に手に入るんです、絶対に、そうなんですよね、これ、まるまるドールとかじゃないじゃあ、2番の方はどうぞ今の方、ちょっとね、石原さとみさんに似てるかな、ちょっと鎖骨あたりが怪しいっすねちょっとなんかあの、僕あの美容師やってたんで、はいはい、美容師のウィッグで肩付きのやつとかのなんか質感に似てるなっていう、ね、シリコン系のシリコン系はちょっとね、似てるなっていうところではありますね、じゃあ3番目の方を、はい、おぉ、いいね、ちょっとこれ、北川景子みたいな、あー、なるほどなるほどなるほど、なるほど、じゃあ次の、じゃあ4番目の方、どうぞ、
これ僕タイプなんですよ結構。ああ、可愛いね。可愛いですね。もうなんか、うん、あの FF のユーナみたい。うん、ああ確かに似てる。ね、ちょっとユーコリンに似てるよね。ユーコリンっぽい。じゃあ次行ってみましょう。ドン。はい、こういうちょっとね清楚系の。なるほどっすね。パールネックレス的なね。で、あの、ね、いつから5番の勝手に私の写真出さないでください。ね、これでね、いつから5番までの方で誰がいいかをちょっとね選んでもらいたいのと、リスナーさんにもね。この1から5番で、うん、レモンじゃあプリンさんの彼女だったら誰、はい、この子がいいんじゃないかっていう、ね、誰がお似合いかなみたいな、はい、アンケートをちょっと取ってもらおうと思ってます、うん、いや俺も4番やな、うん、4番ねいいよ、ね、でもねやっぱちょっとロリ系の1番もまあいいかな、ちょっと井上若っぽい感じもあるよ、ね、耳が生えてないどれもいやあれはね耳と尻尾がないんですよね。あ、猫耳ですね。そこがちょっとね、僕はちょっと引っかかる点ではございます、ね、属性が足りないっていう。プリンさんには一番。まあ、これアゲを出てるもん。まあなんか、FF に似てるから4。あー、確かに。え、ダイオさん誰がいい？俺、2番か3番かな。なるほどっすね。なるほどね、そっち系や。4番とかもだから完全にエロいもんね。4番はエロいね。4番はね。エロい。なんか完成されてる感じが。レモンさん3番。めっちゃみんな選んでくれてる。レモンさん3番。3番も捨てください。捨てがたい。なるほど。確かに。1でしょ。結構みんな選んでくれてるけれども。じゃあ結果の方出ましたので、はい、じゃあ行ってみましょうか。ドン。何番だろう。ね。1でいい。1番なんや。1番か。これに合ってるの。ショッツでいいじゃん。どういうこと？どういうこと？どういうこと？そういうことですか？ショッツでいいんだ。そんなあの芸感出てるかな。ね。ということでね、まあ後半ねまだまだねいろいろ喋りたいので、じゃあ一旦ねこのね、はい、皆さん の、 あのアンケートを選んでいただいた後、はい、いただいたんで、うん、一回CM行ってきましょうか。はい。レイ、スカサ、タクミ、アサヒ、アヤト、ミヤビ、カイト、松岡、ジャーン、オーバー。今年は俺らの年だな。前ホームグラウンドじゃないですか。そう、知ってんねや、リスナーさん。レンタルある、そう。
レンタルがあるんですよ。あ、やっぱ女の子喋ったらいいのにって、やっぱそういうあるんだね。そうよね。喋ってほしいですね、やっぱね、そこは。あれ、喋るんやったらどんな喋りがしてほしいですか？あ、言ってほしい言葉。まあ、とりあえずニャンニャンとかピョンピョンとかね。基本が好きだよね、基本的に。それ基本か。また、踏んでいただく機能とかのつけてて、非常にありがたいかなっていうふうに思います。踏んでいただく。はい。蹴っていただいたり、踏んでいただいたりすると。あ、結構じゃん。M…そうですね、はい、もう完全にド M でやらせていただいてます。ド M でやらせていただいてます。ド M 営業です。ド M 営業で、はい、いやレンタルのね、値段までは知らないんですけど、うん、その風俗は結構ね、リアルに女の子ぐらいのレベルです、うん、1時間に1万2000円、うん、え、すごい高みたいな。なんか移動費もね、そう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 、その距離に応じて加算されていくみたいな。なので僕もレンタルできないですかね。あ、じゃあナイトチームさんでちょっとなんか僕レンタルしていただいて、うん、でそれ行きましょう。もう全然多分もしかしたらね、それどっちにします？ハチミツレモンかミルクプリンか。メロンパンだ。メロンパンだ。レモンさん70万で買ってショッツさんにプレゼント。っていうか俺な、プレゼントされてもどうしたらええねん。あれでも、そのでかいスピーカーとかにつけてさ、ドゥンドゥンって、めっちゃ低音こんな感じでずっとこう、ドゥンドゥンってこう、低音と同時にビートで入れるみたいな、こんな感じで、怖いよ、怖すぎるわ、それ。でも、俺がくれもらったら、ショッツにお任せ絶対出すけどね、毎回。俺ですか？後ろでこう、黒子してるよ、こう。そうそう。でも、プリンさんは常にこう、なんかこう、お姫様だと思う。いいんですか？持ってた。レギュラーで。ずっとそれ、それ、喋ったらダメです。なんか人間椅子みたいな。そうそう、耐えれます？大丈夫ですか？そうそうそう、結構耐えれないベッド多いんで、僕のことを。でも、あれが確か25キロぐらいですかね。25キロ。あ、プリンさんの多分作ったところで、多分、3、40キロぐらい。いけるんだな。あ、いけるっすかね。3、40キロぐらいで。そうそうそう。でも余分なパーツとか結構あって、多分70で収まらない。シリコン使う量が少ないんだ。そう、シリコンの量が、限界量がやっぱ半端ないんで。そうっすね。じゃあその分ちょっと客単もちょっと上げていただかないと。あとやっぱこの、ね、顔の顔面クオリティを出すには、やっぱりね、あ、まあ、確かにそうね。まあそうっす、もう神から授かった天然素材ですけど。オーガニックでやらせて。オーガニックでやらせていただいて。意外とそうなんですよ。結構知ってんじゃないかな。意外と品川先生は使ってないですね。品川先生は使ってないですよ。高須さんは使ってないです。親は結構恨んでるんですよね。もうちょっとブサイクに産んでほしかった。お笑い的にもね、いろいろ。そうですね。ちょっとね、整ってる部分あるかな、デブにしては。デブにしては整ってる。デブにしては関係ない。ハゲてもいないしね、まあ、太ってるのはまあお笑いのね、雑になるんですけども。あ、確かに確かに。ちょっとね、顔面コンビがね。そのぐらいしかないですもんね、弱点が若干。そうなんですよ、でもプリンさん的にはどうなんですか、はい、そのお笑い的にはやっぱりもうちょっとでかくなった方がいいですか。いやけど今年の目標ちょっと僕10キロぐらい落とそうかなと。落とすんや。そう思ってるんですけども、まあ、健康的なデブでいこうかなっていうふうにちょっと、ね、思ってもねいるんですけど。ちなみに食事療法って考えてますか。あ、運動で頑張ってっす。あ、願望です。願望かよ。願えばいい。ただの願いです。痩せたらもったいないって言ってますもんね。ほら、最近ちょっと痩せた。お笑いやるにはイケメンすぎる。ハスハス。そうなんすよね。ちょっとイケメンすぎてね。心臓マッサージの練習でラブドール。それ違うやつや。違うよね。それちゃんと心臓マッサージのやつや。違うよ。穴は別にないよね。うん、そう、変な穴開いてないからね。レモンさん十分 B だから安心して。B、はい、どういうことですか。それピッグの方ですか。ピッグ。これ P でしょ。やる。超失礼だよ。びっくりしちゃった。B でピッグって言われてびっくりだった。俺もアルファベット違えなって。ね、なんでただちょっと思ってること言っただけみたいな。ただの悪口です。ここの話題に悪口です。それディスられましたね、完全に。完全に悪口ディスられました、ね。ただの悪口です。今日はうまいってね、うまくないよ。DK。謝れてちょっと味方が多くて。すいません、いや、ありがとうございます。なんか味方が今日は温かい感じ。なかなか味方がいないんでね。これで合同で放送あったじゃないですか。あの時に なんだっけ、まあ、アンケート取って残る残らないやったじゃないですか。その時に、まあ、ちょっとありがたいことに残していただいてみたいな感じで、まあ、やったんですけど、まあまあデブはもう帰れみたいな、ね、コメントがありつつの、じゃあ2回目なんかアンケート取った時に、なんか最下位の人と、うん、あとで下から2番目だったんですよ、僕確か。で、なんかね、同率で、あ、俺これ退場の流れだと。あ、今だで、まあ店もあると。うんうん、まあこれも俺退場の流れだと、じゃあこれも店に帰ろうと思ったら、まあ、なぜこのサイズなんで出れなくて。いっぱいいた。動
けない、ね、どうしようと思ったらちょっともうそのまま進んじゃってあもうああちょっと気づかないふりしてこうやってやってたんですけどいやレブンがアウトだよみたいな何怒ってんだよお前帰れよみたいな知ってるよ俺知ってるから全然知ってたんですよ気持ちとしては帰りたかったのそうなんです気持ちとしては帰りたいってわけじゃないですけど物理的にちょっと許されなかった気づいてはいたんですけど物理的に帰れない状況があったことをすごい理解してほしいんですけどまさなんかもう超出しゃばったみたいな最後の小生さんと並んでましたもんねそうなんですよね後ろでちょっと並んでたんですけど女捨てた女に見えてどういうことなんや女捨てたことなんどういうことなん女捨てた女に見えるああそういうことあの女を女の子やのに女の子を捨てた女の子に見えるっていうなるほどですねあ、すっぴんか、まあ、結構、ね、俺一番ですやろ、言ったけど結構ね、間違えられるんですよねメロンパンさん頑張ってメロンパンサーって何今日セクシー枠ですかねじゃあセクシー枠です水着着た方がいいのかなこれなんかじゃ あのなんかグラビアとかの選出とかもどうすかそうですね、うん、まあやっぱ視野にを入れてますね歌手、俳優、グラビア、やっぱねやっぱマルチにそうですね、マルチにちょっと活躍していければなと2015年は結構そのお笑いをやっぱりそのメインにいく感じですか、はい、まあそうですね、ちょっとまああの今までよりはちょっと幅を広げていきたいなっていうところでまあそれがね、それを占うね、今回のまあ R1 で、まあ、まさかの出落ちをかますという新年のね、幕開けをまああの、果たしてきたのでもうこれ失うものは何もないんで逆にいいですよ、ね、これに気づいたんで守っちゃダメだなとなるほどねちょっと守ってねお笑いとかってっ、ね、やっぱりその M1 とか R1 とかぐらいしかないんですかそのテレビにコンテスト的なコンテスト的なのはそうっすねあまあ、ザ・漫才だったりとか、やっぱそういうテレビに直接つながるようなのは、あとも事務所関係、あまあ、やっぱ、ね、イベントですよね。やつになってくるフリーだと、やっぱり、まあ、そこら辺のね、あのライブに出るしかないみたいな。実はあのうちの、あの、一座ムも、あの、お母さんにね、なんかあの、昔、あの、やれと言われて、NSC そういう NSC に、なんかお前面白そうだから行けばって言われて、あ、行くわっつって、はい、そうなんです。そうなんです先輩じゃないですかよあ、どうもどうも先輩いや、お笑いの先輩、まさかの福岡の江戸春美さんと同期なんですあ、そうか何やったっけ、これ大御所それ大御所じゃないですかダンスの時間とか江戸さんのビデオ見せられて勉強しろって言われて、そうなんやこの特産生だったんでそうそうプリンさん私の知り合いにいてる俺もおんねんプリンさんの本当ですか大丈夫ですかえ、やっぱ女性女性ですか結構言われること多いですよねやっぱりあのでもあのそう考えたら、うん、あの僕がちょっと主催しようかなと思ってる女装グランプリとか出てくださいいいんすか出ちゃってある意味女っぽいっていうね、うん、確かにまさかのねまああのお胸もちゃんとお胸もまさかのまさかのなんですございますございますございます形はただ、やっぱ大きさには自信が、まあ、大きさには自信がね、ございますので大きさと柔らかさには自信がございますさっきのやっぱリアルドールにも負けない、はい、負けないほどの、はい、あなるほどねいや、あのリアルドールに戻るんやけどあれ、肌とかの質とかも結構選べるらしくて、はい、あったよね、グレードがねそうそうそうあのレジーナぐらいの、あの、はいはいはい、クオリティやったら、はいはいはい、安いですよ、25万ぐらい で、はいはいはい、で人肌ぐらいにするならやっぱりその70万ぐらいはかかっちゃうっていうね、うんうんうんあ、レモンさん、キャス主の響きに似てるよね、誰やねん、さんレジーナはあの顔のやつね体型も雰囲気も男、あ、まあ、まあ、それは男やからな、一応まあ、男なんだね、一応友達のお母さんに似そう結構ね、多いのが、お姉ちゃんに似てるっての多いからあ、お姉ちゃんに似てるお姉ちゃん可愛くないけどって言ってそこやな、ボケーごめんわ可愛くない、余計だわ、みたいな結構余計なやっぱ、やっぱ女性に似てるってさ、言われるんすねいや多いっすね、だからお腹痛いとか言ったのに生理痛みたいな来てねーよ、ね、血出ねえけど、みたいな出たら結構やべえけどね、みたいなかなりやべえけど、みたいなちょっとやばいですねいやかなりやばい大腸がんかなって、ちょっとかなりやべない感じだったプレイさんはあれですか、はい、その、あの450番が言ってるような感じでそのなんか相方とかを作る気はないですか相方ですね、まあぜひね、ちょっとねあの欲しいなと思ってるんですよなんか M1 が復活するんで、今年からああ、そうかそうか M1 は2人じゃないと、ね、そうです、はい、M1 も、まあ、まあね、うん、2人分だからもしかしたらね、ワンチャンいけるかもしれないですけどね、うん、そうですね、うん、行きましょう、それ一人でメロンとなんですか、まあ、右側と左側でこう、喋りは入ってなんか書いたんじゃないですか、書いたら、線、まだ行ってまあ、おそらくの受付で止められるっていう感じになると思うんですけれどもなんか俺らむちゃくちゃ言ってるから確かにいや、いじっていただいてなんか、あれっすか、その、はい、ご注文はプリンですか、もうなんか色々変えていったりとかもする
するんですか？いろいろそうですね、うん、まあいろんな企画やっていきたいなとはね思ってるんですけど、まあロケとかいろいろね、あ、そうだ、面白そう、面白そうですね、やっていこうかなと。え、それはなんか、ね、やっぱ食レポですか？食レポ食レポ玉手箱やーな、なるほどですね、はい、食レポ含めて、そうですねやっていきたいですね、ほんといろいろね。コチプリ、今日はゲストはいますか？いや、今日ちょっといないんですよね。あ、いないみたいです。ちょっとね、はい、俺を相方にってかいな、俺相方、ご注文はちょっと、ね、大丈夫、ご注文はちょっとゲストね、いないんでね。ツッコミでもね、はい、でもあのやっぱりピンの人ってやっぱそのボケとツッコミ両方やらなあかんから、どっちも入るそうで、もうすごく大変なんですよ、うん、だからもうめちゃくちゃ大変ですよね、うん、演技力もいるし、まあ で, もうん、でもあの一回あのプリンさんがタイムラインに載せてて、ね、はい、あのブログ読ませてもらって、はい、まあね、ホストと一緒にやってたら、まあ、ディスられる、いや結構 ねバチバチなんすよマジで半端ないよ。そうだよ、いや半端ないっすよ、マジでアタックみたいな、いや アタックは半端ないっす。へかなりもうね、アタックは半端ないですね。あ、ブログ見たって方いらっしゃいます、ね、ありがとうございます、すいません、ちょっとあのブログ結構感動しました。もうちょっとネガティブなブログ書いてしまって申し訳ないですけど、仕方ないですよ。でもやっぱね、アーティストはちょっと狂ってないとね、まあそうですね、ダメなんでね、まああの僕もこの年であのまだ夢を追ってるんで、うんうん、頑張りましょう、頑張りましょう、ね、ぜひね、はい、夢を追ってるんで、ちょっと持ち帰りしたくない、持ち帰りしたくない、たまにはあ、でも M1 を一応まあ考えられてるってことは見たいですね、もう、ま、漫才もやられようってことですか？まあでもそうですね、どちらかというと多分漫才がもしかしたら向いてるかもしれないですけど、結構満タン的な方がどっちかというとそうなんですよね。けど多分、まあ、出落ちした時点で多分コント向きなんだろうなと思ったんですけど、おかしいことやれってことなんだろうなと、小道具みたいな、そうですね、お前何ちょっと守りに徹してんだよみたいな、設定みたいな、フリップめくってる場合じゃねえよみたいなね、多分それぐらいの、あ、フリップネタでいったんすか？フリップでいったんすよ、なるほど、ね、ちょっと守りに徹したんですよ、なるほどね、そういうことなんや、そこちょっとやっぱりね、誰が俺をレンタルしてするって言ってる人ぜひぜひしてください、うん、高いよ俺レンタル料、ね、580円ぐらいかな、いや安いっすか、580円、ブブカぐらいかな、倍っぽいから、まんざらってもう1分前、早っ、早いですね、そうなんや、なんとね、2015年初の撮影にお任せ放送、はい、あと残り1分になっちゃいました、はい、はい、で今日はね、もうちょっとね、プリンさんを料理したいなと思ってたんですけど、そうですね、はい、なんかね、次の放送もあるし、どうしたらいいかなみたいな、そう、どこまで、どこまでいいのかなっていう、全然もう、全然もう、じゃあもっとね、まあ来月とかにもまた、なんか、はい、誰かと一緒にみたいな、はい、もう小生さんと一緒とか、ね、いや、絶対面白いと思う、本当ですね、フューチャーしたかったもんね、この前も、すごいですもんね、そうそうそう、グレディとかね、濃すぎるやろみたいな、濃すぎるメンバーでやっちゃいましょうよ、そんなメンバーでじゃあちょっとやりたいと思いますので、はい、2015年もよろしくお願いします、はい、お願いします。でですね、1月25日僕、トリプルセブンソウルとエルクストリートのツーマンライブが渋谷グラッドであるので、もしよかったら遊びに来ください、はい、一つにお任せ見たっていうので、俺がいろいろサービスするぜ、うわワク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 、でね、セネルイタっていうね、クラブハウスもあるので、クラブハウスじゃないクラブハウスクラブもあるのでぜひね、皆さん行ってください、はい、じゃあ皆様この後も見てね、引き続きよろしくね、バイバイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイトチュー、総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら、パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。